はい、皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。今日はですね、こちら以前ね、コメントで何度か、だいぶ前だからね、どなたに教えていただいたかっていうのちょっと覚えてないんですけど、おすすめいただいたヨロヨロボール、こちらをね使ってハムちゃんたちに遊んでもらいたいと思います。さあ、これね、転がしてポロッと隙間から出てきたペレットをね、フードを食べて遊ぼうっていうおもちゃなんですけど、まあどうなんだろうな。小鳥、デグー、チンチラとは書いてるんですけど、うん、まあ一応小動物ですから、まあ、使えないことはないと思うんでね、まあ飼い主が監視してるね、見てあげてる元で使うのはね問題ないかなと思うんで、ちょっと今日はねこれで、みんなと遊んでみたいと思います。はい、ということでね、今日は代表してこの子たち7匹のベビーハムたちですね。もうベビーっていう感じでもないけど、まあまだねあどけなさの残る、かわいい子供たちですね。この子たちにね、遊んでもらうんですけれども、これカチカチカチと回転させて穴の大きさ調整します。でハムちゃんのフードだから、これかな、この一番ちっちゃい穴でねちょうどいいと思います。ウサギモルモットはねこの真ん中の大きさじゃないと出てこなかったんですけど、で一番大きいフルのこの投入口と同じサイズのね、穴はこれね、あの餌を入れる時用かなと思います。じゃあ早速餌を入れて遊んでもらいたいと思います。はい、準備ができました。ハムスターフードの中でもね、大粒なものは出てこないんですけど、そうだ、みんな遊ぶんだ。土管の中にみんな固まってね、仲良くしてるけど遊んでみよう。ペロペロしてる、転がすんだ。これもしかして出ないかな、一番ちっちゃいのだと出ないな。やっぱり中間の穴ですね。中間の大きさの穴だ。はい、ほらみんなやっぱ警戒してるかな。なんか透明の壁があるからなんだろうかなって。あ、でも匂いで釣られてやってきました。やっぱりハムちゃん、いや全然関係ないんですけど、最近ねネズミちゃんもお迎えして、全然顔の作りが違うね。それぞれやっぱり可愛さが違っていいですね。あ、これはかじって割っちゃうパターンかな。顔突っ込んでる。あー、なかなか取れないね。やっぱちっちゃすぎて、コロコロコロっと転がすには大きすぎたかな。あとモルちゃんとウサちゃんにね、これ遊んでもらいました。その様子はねそれぞれのチャンネルに、動画上がってますので、ぜひ見てください。あー、激しくなってきた。ちょっと待って、出したいよ。はい、ポロポロポロ。はい、ほら出てる出てる。それで体が当たって、あ、こっからこうしたら出てくるのかって学習してくれたらいいんですけど、難しいかな、ちょっと。すごい、みんながこういろんなところから、こうボールをこう転がなんとかして転がして、あ、そっか、ハムちゃんはあれ顔突っ込んでもう取ろうとするから転がすっていう感覚ではないのかな。あ、バラバラになっちゃった。これね、今
結構お野菜でね、お腹が割といっぱいになってるのかもしれないんでね、もっとみんながね 100% の力で欲しがったら転がって、その拍子に餌が出てくるかもしれないですけど、ちょっと今、あ、でもやっぱり難しそうだな、転がすの。パッケージにはね、小鳥とかデグーチンチラって書いてたんで、やっぱり、その辺の小動物が適してるのかな。ちょっとね、ちょっと難しそうですね。はい、餌あげるよ。あげる、あげる。はい。はい、どうぞ。はい、ということでね、この子たちに遊んでもらいました。ヨロヨロホール、ハムちゃんにはあまり向かないかな。で、アフリカチビネズミちゃんだとね、このボールの中に入っちゃう恐れがありますね。それでね、転がして転がして、中で走って転がっていってね、壁なんかに衝突したら、まあ人間の目からしたらね、コツンって当たったぐらいだろうけど、あの子たちからしたら大事故ですから、まあやっぱりハムちゃんよりちょっと大きくてウサギとかが限界かな。それぐらいの大きさのね、小動物が向いてると思います。また今後もね、この子たちの動画や、あとジャンガリアンハムスターの赤ちゃん生まれてくるかな、どうかわかんないですけど、その子たちとか、あとアフリカチビネズミちゃんのね動画、あとはもしかしたら他のネズミちゃんもね、実はね、もっと前にね、お迎えはしてるので、動画が上がるかもしれません。気になる方はぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。